こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。中国、ロシア、北が大好きで世界一直線に向かっている韓国ですが、ユン・ソギョル大統領就任によって親米に向かったら日本と同じように経済が停滞すると予想しているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。日本が親米反中し、失われた20年が来ました。韓国が中国から懸命に輸出し経済成長する間、日本の経済成長が数十年間止まったのは親米反中政策のせいです。日本も我々と同じように売らなければならない国なのですが、対中輸出が滞って内需にのみ回したのであっちへ行ってしまったのです。現代社会で最も重要なことは国家の利益です。冷戦時代の理念を追って国が滅びるのはあっという間です。米国の大統領は韓国経済など心配してくれません。その人々も任期が終われば出ていく人々だから自国の利益が最優先です。トランプを見てください。米軍駐留費にサード費用まで全て韓国に重荷を負わせようとしたんです。日本は内需でも回ってるから持ちこたえるが、韓国から輸出の打撃が来たら他ならぬ経済難です。いたずらに紛争に巻き込まれると良くないということなのに、今は反中感情があまりにもひどくていくら騒いでも仕方がないような気がする。それではネットの反応です。親米反中、失われた20年。その証拠となるデータはいつ持ってきますか W。 アメリカが日本を意図的にあのように作っておきました。プラザ合意、半導体協定などですね。日本の子供たちがよく出ていた時、米国に這い上がっていました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また、次回の動画も見てくださいね。